素晴らしかったと思います。7回をしっかりとヒットも3本。今シーズン一番の投球内容だったと思いますよ。相手バッターってところも観察できながら配球もやれてると思うんで。中西京輝の虎7チャンネル。ということでね、DeNA 戦が終わって、残念ながら2連敗。ジャイアンツ戦含めた3連敗ということですけどもね。マジックが消滅してしまいましたね。だから、ここに来てやっぱり3つ負けたというか、相手チームもね、やっぱ集合っていう感じで、日程的にもちょっと楽になってきたっていうところもあるし、対タイガースっていうのはね、首位走ってるっていうところで、各チームかなりいいピッチャーからどんどんタイガースが荒れてきてるっていうところはどうしてもねあるんで、そういう意味では今永バウアー一番エース格というか一番いいピッチャー2人を投入してきたっていうところ、なかなかやっぱそうなるとね攻略するのは厳しいかなっていうところだったと思いますけどもね。逆にまあ今永っていうところでタイガースの打線的にはやっぱり終盤勝負だっていうところのね意図っていうのは非常に見えたとは思うんですけどもね、かなり球数を放らしながらストライクボールの見極めもしっかりできてフォアボールも5つ選んでたっていうところで、120球ぐらいまでのところで終わるのかなっていうとか、6回ぐらいで変えてくるのかなっていうところだったり、もう1イニング来たっていうところで136球投げたっていうところで1イニング誤差というか、その辺のただ終盤で勝負っていうところでやっぱ8回得点取ったっていうところはかなり意図的なチームとしての戦略っていうのは見えましたよね。ソト選手が2塁で出た後に打率を送ってっていうところで、うん、はいはい、最終的にノイジー選手坂本選手でヒットを打ったっていうところで、うんうん、その後ミエス選手の代打で合計2点取れたっていうところはあったんですけど、うん、この辺は見てていかがでしたか。まあ終盤だからもう8回なんで9回頭岩崎っていうところなんで、もう1点でもリードすればもう岩崎にバトン渡してそのまま逃げ切るっていうところなんで、そういう意味でも勝負かけたというかね、8回で1点でも入ればっていうところだったんで、延長云々っていうのをあまり考えずにまず得点することっていうのが大前提で、ダイソー熊谷っていうところで勝負かけたと思うんだけどね、結果的に2点取って逃げ切り体制になって、まあ岩崎がやられたっていうのはもうこれはもうしょうがないと思うんで、長いシーズン必ずまあ黒田もやられることもあるんでね、そういう意味では非常にダメージは大きいですけども、狙いとしてはしょうがないというか、8回の攻撃としてはもうタイガースとしては最善を尽くしたんじゃないかなっていう感じはしますよね。ファンの間ではダイソーを出すんであればノイジー選手が当たってなかったので、そこはノイジー選手に代打を出してもよかったんじゃないかなっていう話もあったりするんですけど、その辺ってどう思いますか。うん、それするとノイジーが死んでしまうと思うんだけどね、打線としてやっぱそうなるとノイジーが使えなくなってちゃうっていう可能性があると思うんで、ノイジー代打はなかったと思うな。次の試合からやっぱスタメンで引きづらくなってくると思う。打線とかいうところで考えると5番6番っていうところで打ってるバッターなんで、ノイジーのところ代打出すと多分後半ちょっとノイジーのテンションうんぬんっていうところも含めて死んでしまうんじゃないかなっていう感じはしますよね。死んでしまうって言ったら言い方悪いけども機能しなくなってくる可能性があるよね。逆に言うと指標だけで見るとそこまでいい数字ではないっていうのが多分正直な現状なのかなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、その辺に対して岡田監督は割とノイジー選手を評価してるって形であると思うんですけど、その成績であれば小野寺選手だったりとかミエス選手でもいいんじゃないかみたいな意見もあったりするんですけど、その辺はどう思いますか。うん、まあいろんな意味でまだまだ残りゲーム、そして CS っていうところを考えて戦力駒を一つでもなくすっていうことはできないと思うんで、そういう意味ではあそこで代打を送るとちょっと戦力を失いかけるというか、自ら戦力を消してしまうっていう可能性が出てくるんで、そういう意味では辛抱したと思う。目先のゲームではなくてトータル的なことを考えなきゃいけないですし、先のゲームもあるし、そしてまだまだだからここが勝負どころだっていうところは思ってないと思うんですよ。やっぱ来週の週末の8、9、10のところのカープ戦、その後の13、14のカープ戦っていうところ、この辺がやっぱ勝負どころだと思ってると思うんで、そういう意味ではまだまだノイジーを戦力として失うっていうことは、そっちの危険性の方が高いよね、逆に言うと。この試合は西勇輝投手先発だったんですけど、西勇輝投手は良かったですね。素晴らしかったと思います。7回をしっかりとヒットも3本。久しぶりにこの西らしい、そういう投球だったんじゃないですか。両サイドにビシビシと決まって、やっと今シーズン一番の投球内容だったと思いますよ。勝てなかったけども、この西がここで本来の投球をしてくれたっていうことで、来週再来週というかその次のゲーム、そして CS っていうところでの期待っていうのは非常に高まるってことで、青柳もなんやかんやで勝ってきたっていうところで、やっとここに来て西青柳っていうところが戦力になってきたかなっていうか、ある程度計算が立ってきたかなっていう感じのそういう投球内容だと思うんでね、ゲームは勝てなかったけどもその投球内容の方が評価するべきだと思いますね。今日の試合が2対4という形で負けてしまった試合で、この試合は大竹投手先発だったんですけど、大竹投手はいかがでしたか。緩急を使って緩い球っていうところで非常にうまく投げてたんですけど、まあ一つだけワンボールからインサイドちょっとボール気味のまっすぐっていうところを投げたかったのが、ちょっと真ん中やや低めに来たっていうところを牧に拾われたっていうところですよね。1、3塁でまあ満塁にしたくないっていうところもあるんだけども、やっぱもう一つインサイドの厳しいボール、ボールになってもいいっていうところのインサイドの厳しいボールっていうところの坂本の要求
球だったと思うんですけど、大竹自身がちょっとストライクゾーンに投げちゃったっていうところで真ん中低めに行ったところを捉えられたっていうところで、でもあそこを打った牧野素晴らしいというか、あそこを右中間スタート持っていけるんですから、昨日今日とだから牧にやられちゃったところじゃないですか。その前もね、佐野牧で連続ホームランでやられたように、まあ、2試合牧にやられたかなっていう感じはしますよね。大竹は2本かな打たれて、各ピッチャー1本ずつ牧に打たれて、対阪神の投手陣っていうのは7本牧に打たれてるんで、そういう意味では今後の対策というか、まあ、CS も含めて牧を何とか打ち取っていくっていうことは考えていかなきゃいけないでしょうね。この試合その後梶谷投手、下本投手、石井投手という形で短いイニング内で継投するケースがあったんですけど、そうですね、まあ、終盤に来ての小刻みの継投でね、なんとか6回途中から梶谷行って、島本、石井と小刻みになんとかゼロに抑えていって、打線の援護を待ってたところなんですけど、まあ、石井がワンアウト満塁をしっかりとゼロに抑えたっていうところで、なんとか形は作ったと思うんですけどもね。投手陣、中継ぎ陣っていうかリリーフ陣もちょっとずつこう失点っていうかな、ここに来てやっぱり疲労度は見えてきてるのかなっていう感じはしますよね。この試合の打撃でいうと、ノイジー選手ホームランが1本出て、佐藤選手にもタイムリーが出てっていうところだったんですけど、うん、この試合の打撃はどうでしたか？でも安打的にはね、4本っていうところで、昨日も1桁、そして今日も4本っていうところで、なかなか今永バウアーって、しかも第2先発の感じで上茶谷が来たんで、そういう意味ではなかなかいいピッチャーに当てられると、そうは打てないかなっていう感じは見えましたよね。でもそこをどう攻略していくかっていうところで、やっぱりロースコアに持っていってなんとかとは思うんですけども、昨日も今日もそういう思惑だったとは思うんだけども、それが DeNA の方に転んだっていうところでしょうね。一応ロースコアには持ってはいってたんですけども、一振りでやられたっていうところなんで、坂本選手がずっと出続けている状況かなと思うんですけど、ここの不安というか、坂本選手にも疲労があるのかなと思ったりしたんですけど、その辺はどう思いますか？まだまだそういうところはないと思うし、リード面云々からですからね、しっかりと相手バッターっていうところも観察できながら配球もやれてると思うんで、まだまだ疲労度は見えてないっていうかな、影響はないとは思いますけどもね。3連敗っていう形になって、一方で2位の広島が連勝を続けているという状況で、若干の焦りっていうのも見えてくるのかなと思うんですけど、この辺はどう思いますか？負けないからね、カーブがね、ほんとね。そういう意味では追っかけられてくるっていうかね、首位立ってるチームのプレッシャーっていうか、優勝争いしてない若い選手っていうかな、経験値の少ない選手が多いんで、そういう意味ではこうプレッシャーはある。ここに来ての3連敗とかね、ずっと今シーズンはね、3連敗っていうのはなかなか5月までなかったっていうところで、5連敗のもありましたけども、ここに来てやっぱり3つ負けたっていうところで、カープはなかなか負けないっていうところで、しかもマジックが消滅したっていうところで、やっぱ焦りっていうところまではどうかなっていう感じはするけども、プレッシャーはやっぱかかってると思います。ただやっぱりクリアしていかないとっていうところで、そういう意味ではまた神宮バンテリンっていうところでね、気持ちを変えてしっかりと勝ち越して、で週末の広島、ここで何とか勝ち越して、中盤の13、14のところのカープ2試合のところでインドを渡したいっていうところだと思いますけどもね。追っかけてるチーム、その本当にプレッシャーもあるし、海の苦しみっていうところもあると思うんだけど、ここをクリアしていかなきゃいけないんで、やっぱここを一つ乗り切るというかな、一つになってカープがどうだとか相手がどうだとかじゃなくて、やっぱり自分たちのプレー、自分たちの野球をいかに徹してやれるか、自分の置かれてる責任ポジション、そこをいかに全うしていくかっていうところが、またチームを強くしていくし、個人の力っていうのもまた成長していくと思うんでね、来週週末からのゲームが特に大事になってくると思うんで、そこを弾みつける意味でね、神宮そしてバンテリンでしっかりと勝ち越したい、欲しいと思いますね。ここで3連敗して神宮に行って、また頭やられてっていう感じで、ずるずる4連敗5連敗っていう感じの、そういう形が一番怖いんで、やっぱそういう意味で頭をまずしっかり取りに行って切り替えていかなきゃいけないと思いますね。先制はできてるけど途中で追いつかれちゃうみたいなケースが目立っているので、この辺も何とか、うん、そうね、やっぱロードというかね、そういうところで言うと、逆に終盤での逆転劇っていうのはね、非常に多かったんだけど、立場が逆になってるんでね、今ね、そういう意味では中継ぎの疲弊っていうかな、そういうところも夏終盤になってきて、夏の暑さっていう疲れがこの9月にやっぱ出てくるっていうところもあると思うんで、そういう意味ではもう一踏ん張りなんとかリリーフ陣っていうところでもあるし、西青柳っていうのもなんとかいい形になってきたんで、先発ピッチャーが少し長く投げれるようにしていかないと、小刻みな継投っていうのもそうは続かないと思うんで、少しこうリリーフ陣を休ませてあげられるっていう感じで、先発陣が長く投げれるような、そういう形で5試合のうち2試合先発陣が7回を投げてくれれば楽になってくると思うんですよ。打線的にはね、ジャイアンツ戦から見てるとこうね、一桁安打だけども、なかなかいいピッチャー当たるとそうは打てないんでね、今永バウアーは非常に良かったと思う、状態も良かったし、そういう意味ではこうなかなかその辺は打てないと思う。打線的にそんなに悪いっていう一線級
球以外のね、ピッチャー来てもヒットが出ないとか、打てないとかいうところになると、非常に心配だけども、1000球でやっぱいいピッチャー来て、やられるというか、まあ、この辺はもうしょうがないっていうところもあると思うんで、そういう意味でまた神宮行って、しっかりと打線としての機能をね、果たしていければと思いますけどもね。その次の週の広島のところに向けて、弾みをつけていきたいですね。そうですね、はい。その辺が来週の本当に10日までかな、が非常にポイントになってくると思うんで、その辺は楽しみだと思いますよ。ムラチグループは住宅建設資材のエキスパート、製造から販売配送工事までチームプレーによるワンストップ体制。ムラチということでね、この2試合を振り返って皆さんコメント欄の方にまたよろしくお願いします。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。